はい、皆さんこんにちは。家がナフト警務金の塩見です。本当にありがとうございます。毎日毎日ね、たくさんの、メールや、お電話いただくようになりました。で、本当にね、早速こう僕がね、 YouTube でただ単にこうってお話ししているだけで、私の言っていることをね、本当に共感していただいて、かなりね、多くの方々から、応援メッセージや、それから、まあ、お仕事の依頼メッセージ、いただくようになりました。本当にありがとうございます。で、今ですね、かなりちょっと、もともと一人で作業をやっている小さな小さなお店なので、なかなかね、その仕事がこなせないというか、どうしてもね、1台のバイク、ここも見てあげたい、ここも見てあげたいって言ってると、なんかね、流れ作業でパパパーって出しちゃうっていうのがすごくこうできなくて、どうしても1台にかかる時間が多くなりがちです。で、こなせる数が少ないにもかかわらず、次から次へとこうお仕事をいただくような状況になりまして、本当ね、ありがたいお話なんですが、今止まっていますっていう感じです。で、今もですね、これお客様からのご依頼で、忍者250の、中古車が欲しいと。で、予算はいくつなんだけど、この予算の中でどうにかなんないかなみたいな話を受けて、車両をね、ちょっとオークションで評価点4点っていう車両を、購入はしたんですが、予算の枠はあるんですよ。予算の枠はあるにもかかわらず、私がこだわりたい。で、タイヤもね、装着してから3年が経過しているタイヤがついてました。もし万が一転倒されても嫌だなと思って、タイヤも今、ピレリタイヤで、新品組み込みました。で、チェーンのメンテナンスをして、ベアリングのチェックをして、グリスアップをして、これからね、フロント周り一式ちょっとチェックをしていこうと思っています。で、こんな感じでですね、お客様の予算がどうしても限られてるんで、全部が全部ちょっとしてあげることはできないんですが、できる限り、なんかね、本当に中古屋さんで置いてあるバイクをそのまま買って、なんか予算の中だったけど何もしてないんですよね、みたいな売り方だけはなんかしたくないなって。で、今回このお客さんにも、ちょっと予算を、枠を少し増やしていただいて、できるだけ転倒を誘うようなバイクは、販売したくないという、私の、意思を伝え、今回ちょっと納得していただいて、ちょっと予算を変更していただきました。で、今週末には、仕上げて納車できるような形を取ろうと思っています。で、ちょっとね、皆様に、ここでね、お願いがあります。で、あくまでね、私一人で今、家内と一緒にね、仕事をやらせてもらってるんですが、実働作業を、ね、メインでするのは私です。で、かなりね、こう私の仕事ってこう1から10まで結構濃い仕事が多くて、なかなかね、こう小回りはできるにしても素早く回ることができない。で、ちょっと時間的な、納期的なものもいただく形にどうしてもなってしまいます。私で、よろしければ当然お仕事をさせていただければと思うんですが、納期的なものに関してはどうしても、いただかなきゃいけない、こんな状況になってます。そして、今のね、弊社の現状を、お伝えしましたら、エンジンのオーバーホールだとか、それから足回りのチューニングフルレストアなんて車両が、車検もね、含めて、10台ほど入っているのが現状です。で、多分この車両だけでも1月半から2ヶ月ぐらいは多分かかってしまうんじゃなかろうかと思います。で、日々のね、車検の、整備とかのご依頼も入ってくるので、それをね、やっぱり優先して回してあげたいということで、もし、私にね、お仕事のご依頼を、くださる方、ここにね、見ていらっしゃって、塩見にちょっと頼んでみようかなっていう方がいらっしゃったら、お時間だけ、すり合わせをさせていただいて、なるべくですね、受け入れる環境を整えたいと思ってます。なので、そのあたりちょっとご了解とご了承、いただければと思います。で、すごいね、今日嬉しい話もありました。ちょっとね、アルミの鍛造ホイールを購入したいというお話を、電話でお伺いしたんですが、
ちょっとね、私の中でアルミの鍛造ホイールをこう選択するのがうーんっていうところがありまして、で、先日ねお伝えしたあのビトワ&Dさんの、JB マグタンっていうのを、ちょっとねどうですかっておすすめをさせてもらって、で、鍛造アルミホイールと、鍛造マグネシウムホイールの違いなんかも、口頭でねご説明をさせていただきました。で、ものすごいありがたい話、了解をいただきまして、マグタンの購入ということで、ね、お話をしていただけました。で、わざわざですよ、YouTube を見てご連絡をいただいて、で、一番最初はですね、弊社の超高クロモディアクソルシャフトがつけたいというお話で、それもですね、ちょっとね、弊社が、勘違いをしてしまってですね、同じ車両なんですけど年式違いで、弊社にある違う寸法のねシャフトをちょっと送ってしまいまして、でそれに関してもまあ作り直す形にはなるんですけど、それもね快く時間かかってしまうのをご了解いただきました。でそのお客さんがなんか塩見さんに迷惑かけるからって言って、まあね弊社の、超絶グリップの、削り出しステップバーを購入注文いただけたり、今日に至ってはね、それで本当にマグタンの注文をこうしますみたいな話で、なったこと、本当にね、たかだかですよ、 YouTube で出てるだけの顔です。で本当こうなんか親近感を持っていただいて、で私を信頼していただいて、こうやって、オーダーいただけること、すごくありがたいなって本当に身に染みて思います。で、昨日ね電話いただいた方なんかもね、ああ、YouTube と同じ声だって言われた方もいらっしゃいました。そうです、私が本人です。私が、本人で、私が基本的には電話に出ますので、本人であることに間違いありません。またね、本当、電話もね、出れるとき、出れないときがありますので、できればですね、今作業に集中したいということで、毎週ね、月曜日と、木曜日は、できる限り作業に集中したいということで、作業集中デーとして、電話の連絡、出ることができません。それと、火曜日、金曜日、土曜日、日曜日も、通常に営業しておりますし、電話対応も、できるんですが、ただ、細かい作業に、集中しているときはどうしても出れないことがあります。で私からのお願いです。もしちょっとした質問とか、電話をしたいんですけどっていうお話があれば、一度ですね、本社ホームページ上にある、LINEWORKS という、QR コードもしくはリンクから、LINEWORKS を登録していただいて、まず、LINE で私にご一報ください。で、LINE でご一報をいただけたら、またね、手が、空く時間を見てこちらから、連絡をさせていただく形を取りたいと思います。なので、すいません、ちょっと塩見を、一人で頑張っている塩見を助けると思って、そのあたりご協力いただければと思います。はい、で、次回の、動画予告でございます。次回は女性ライダー、足つきの悪い、車両にお乗りのライダーの皆様に、車体の姿勢をコーナリング姿勢をね犠牲にしない足回りのセットアップの方法、こちらをお届けしていく、お届けしていく予定にしております。またね、見ていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。塩見頑張りますので、また見てください。じゃあまた、バイバイ。3、2、1、9